はい皆さんこんにちは。エ、え、ル、ー、ゼミの直前の、えー、春のですね、えー、周期生の、えー、ガイダンスということで始めていきたいと思います。担当はレックセニコーシのメニシャオです。始めましょう。<laughs> はいでうは,、ね、はい始めていきたいと思いますけれどもさあえっ、ー、と今回はなんと直前にね、えー、もう一度エルゼミ帰ってきたエルゼミみたいな感じでねやるというところでまあまたねコロナの影響ですよ今年は。 ねえ例年であればさこの7月に試験ね論文試験にもう間に合わせ間に合うとかねそこでガツンと皆さんね本番で実力をドーンと発揮するつもりが、まあ、残念ながら、まあ、ちょっと伸びてしまったとまあこれ以上に残念ですわなあ、ねまあ、まあ何が残念かっていうとまあそれはモチベーションがねやっぱり空いちゃうんだよね感覚が。でまあ、気持ち的に、まあ、嫌なことはね 早く済ませたいとい準備期間がまあねその分取れていいのかもしれませんけどまあまあもう早くねしてくれよっていうね気持ちはどうしてもあるでしょう、うん、でもまあしょうがないねまあ逆に捉えましょうよ。ねええー、何でもいい風に考えれば準備期間ができたというところで完璧にしていきたいと皆さん思っていると思いますから最後のねこの直前の時期頑張ってやっていければと思ってます。うんでまあ、この直前 じゃあゼミって何やるかというところでまああんまり変わんないですね <laughs>。もういつも通りにやるという形になりますので、まあ、私のゼミの、まあ、内容通り普段通りのゼミをやらせていただくということで、まあ、スケジューリングもドドンと、まあ、あの L タワーのこちらですね私ジョジョーンと,、えーとまあ、5月の、えー、22日という形で。 あの私の誕生日の2日後でございますけど、えー、5月22日から始まりましてまあまあ7月の10日と、まあ、一応担当試験前までと。 いうことになりますとで、まあ、そこまで,の間です、ねまあだからまあ担当、ね、受験生の方でも、まあ、だいぶ時間勉強時間取れるよって方はねあのチャレンジしてみてもねよろしいかと思いますし、まあ、去年とかはね、まあ、そういう担当の受験生の方とかも、まあ、直前去年もねコロナの関係でやったんですけれども、まあ、あのエルゼミアね取ってなかったんだけどちょっと直前のお題け取ってみようかって方もいらっしゃいましたね。 うん、でまあこの時期はもう担当やるよって方は、まあ、担当だけやってる方もいらっしゃいましたしいろいろでしたねと。でまあ直前の時期というところで全部で8回というところになります。はい、でまあやるべき内容としては私のゼミの場合はもう、あのーまあ、同じことをやる。 <laughs> まあねねそれはそうだよ、ね、ゼミって急に新しいことをやるわけではないのでだからまあじゃあ今まで撮ってた人とかもじゃあ何のためにやるのかって,ってやっぱ新しい問題ねまあそこで新しい問題を来ていただいて週1回、まあ、ペースメーカーとして使っていただくのが、まあ、一番いいんじゃないかなと。ね、うん、やっぱりいろいろとね問題をまあ当然過去問練習っていうのは私はねずっと言っていて自分の論文対策ってったらもう過去問なんですよ。 学問もししっっかりやってほしいただまあ学問だけだとやっぱりねあの項目として、まあ、新しい問題が出た時にですね、まあ、どう対応するかというところがあってここなんかねえずミ直前期のもうでかいでかい目的とかがあって、うん、まあまあここはねあのー、まあレックの方で問題とかを用意していただけますから、まあ、その問題に沿ってやっていくというところになるかと思います。で特にまあこの延期された論文試験までの学力向上と維持やっぱ維持だよね。 うんやっぱ継続的にやっていくっていうねそのペースメーカーがやっぱり非常に重要になってくるかなと思います。で私自身の論文のクラスはちょっとね今までま取ってなかったよっていう人はちょっと私のゼミ変わってまして通常と違うんですよ。でまずあの私ってやっぱりねゼミあの私の論文試験の考え方っていうのがあの一番大きな考え方がリスクエッジですね。要するに受かるための答案じゃない。 落ちないいための答案を書いてほしいだしだこれってねあの何言ってんだよね「バババ,バカか」と、ね「お前何言ってるんだ」と「同じことじゃないか」と「ね受かる答案」と「落ちない答案」ってそりゃそうだろうと何日本語の、ね、言葉遊びをしてるんだと思うでしょち,ちょっと違うのこれ受かる答案とね受かるための答案とね落ちないための答案っていうのはやっぱちょっと違っていて、うん、やっぱりね受かるための答案っていうのはどちらかというとこう攻めていくんだね、うん、攻めていくわけ。 だから言ってしまえば正しいことを絶対ガツンとねガツンと書くぜっていうのがこれ受かるため受かる答案ですよ。うん、だからもう何すかねもう絶対に間違えてないぜとこの項目でダダダーンと書くぞっていうのが受かる答案受かるための答案。私はそうじゃなくって落ちないための答案だからちょっとごめんなさいと私受験生だから。 ね、ちょっと拙いかもしれないけど、もうよろしかったら、うかす、うからしていただけないですかねっていうね。そういうスタンスぐらいの気持ちなんですよ。もしかしたら、間違えてることを書いちゃうかもしれない。でも点数欲しいわ。ね、あの、ちょっと、私潔くないんですよ、そこがね。だどうしてもしがみつきたいの。一点でも欲しいわけ。もうね、もう落ちてる点差一点でも欲しいわけよ。ね、あもういらないと。ね、そんなちょっと間違えてるね。もう。だからさ、皆さんが、論文ってね、よく。 か例えばね端的なこと言うと結論を私のゼミってというのは結論を最後に書こうってわけよ最初から結論書かない一結論こうは侵害する理由これやめましょうっていうで時々ねこれ議論になるわけよ結論を先に書いた方がいいか後に書いた方がいいかとかねで時々そうするとさあの、まあ、受験生によってはいや結論というのはね別に先に書いた方がいいんだとか、まあ、先に書いてもいいんですよそれはそうだよそれはどこに書いたっていいですし先に書いてもいいですよ。なんだけどやっぱりさ これってね先に書いちゃうとその結論が間違えてるとその後の文章の心証って微妙になるのよで。さらによさらに皆さんがさっき言ったその後正しい文章を書いていればこれって何書いても点数つくんだよ。そりゃそうだよ正しいいいこことと書いてるるのに罰に罰なることはなはだけどさ残念ながら皆さん受験生だから文章が主語とか目的語が <laughs> 落ちてる時間がないからね。 なかったり性格が言葉が不正確だからどっちにも取れる文章書くときが結構あるのよ。うんあのねどっちに埋めちゃうわけ。あこれってちゃんと十分言ってるのかな言ってないのかなとなるわけ。でそのときってねやっぱ結論を先に書いちゃっててそこ間違えてるじゃん。それはやっぱりあ間違えてるんだろうなと思っちゃうね読んでて。だってどっちに埋めちゃうんだもんその文章。そうでしょ。だったら隠した方がいいじゃない。<laughs> 結論を。 でやっぱり人間の心象があるからやっぱね正しいだろうと思って一応読むわけよ。それはそうだよね。やっぱりあのみんなはちゃんとできてると思ってるからさ。でペさんよくできてるわけよ。正しいと思って読んでるからグレーゾーンの時ってね大体ねプラスに読んでくれますよ。うん、で最後結論違っててもさあねあ最後違ってたからきっと逆だったのかなってね、まあ、人間なかなかそう思わないかなと思ってる私はねきっと試験ってそんな鬼じゃないから、うん。でもやっぱ結論が最初バーンとも違ってたらさ やっぱ、ね、どっちでも取れる文章ってやっ違ってるかなって読まれる可能性がね少しでも出ちゃうかなだったらそのリスクを下げたいんですだから私は結論は後に書こうっていう、うん、そんだけなのだから正しいこと書いてればいいででも全部基本的に私の指導者は全部そうだから極力リスクを減らしたいし論文っていうのはあんまり正しいことを私書いてほしいとかこう書くべきだってこともあまり言わないんですね、うん、だから基本的にはみんなが何を書くか で私よく論文処方箋っていうのを出してるんですけどで論文処方箋っていうのは項目ごと全部正答率出していて何パーセント書いてますよこれ何パーセント書いてますよだ例えばレジュメにありましたレジュメのある項目でも例えば40%しか書いてませんよって言ったら多分それは書かなくてもいいんでしょう。うん、で私がこれ絶対入れた方がいいよとこれ,書い,てくれ書いた方がいいよと言っても正答率低ければまあ多分それは無視してもいいのかもしれない。でも逆にやっぱりみんながね自分が「いや僕はこう書かないぞ」と思っても。 70%とかねいゼミ生ゼミ生はみんなねできるからさでその中で7割の人が書いてるんであればやっぱりそれは書いてあげた方がいいよねうんだらそこで自分の考え方と他の受験生のずれを直していくっていうところがすごく重要なんです私はそこに重点を置いてるというかだからやっぱりあの当連ってさ自分の答案を出して添削して戻ってくるじゃないですかだかそれは当連でできるんですよだから私はゼミがそれは重要だと思ってない そうじゃなくて今言った他の受講生との相対的な位置だそれって当連はなかなか難しいよね同じメンバーじゃないからねえやっぱり当連っていうのは極端に言えばやっぱり教育目的だからみんなができなければみんなに勉強してくださいっていうそういうスタンスなんですで私のゼミはそうじゃないねみんなができなかったらそこはいいかと、うん、まあ当然、ね、説明しますよ説明するんだけどあみんなできなかったのねでもやっぱりみんなができてたところはしっかりできなきゃいけないから そこをしっかり修正していくってことが重要になっていくかなと、うんっていうのと、もう一個は自分の答案をしっかり見直す。だから私のゼミってちょっと次に変わっているのは、答案をいきなり回収しないんですよ。うん。まず自分の答案を自分でチェックするんですね。うん。それをやってもらってるんです。うんだから。なぜかって言ったら、論文の答案って基本的にみんなね、書くでしょ、出すでしょ、戻ってくるでしょ、終わりなんだよ。 自分の答案を見直すっていうのがもうあとはあここにチェック入ってるあチェック入ってるあ確かにこれ足らなかったなって終わっちゃってうん本当にその表現が足りてるか足りてないかっていうのを見てないんです自分の答案と例えばそれを私の分析シートと渡すんですけど分析シートでこの言葉書いてますかとチェックしてもらうわけでそれを探してもらうの本当にその言葉を入れた意外に入ってないんだよ自分な書いたつもりなんだよ自分な書いたつもりなの問題文の言葉を入れたつもりなのよでも探してみたらあれ 俺書いてねえやとかあれ俺この表現で言えてるのかなっていうのがわからないんです。っていうことはちゃんとかけてないでそれっていつ見直してもらうのがいいかって言ったら書いた直後なのよや,、うん、やっぱね1週間経ってそれを見直すとやっぱもうほら冷めてるからね。やっぱ書いた直後が一番人間ホットだからさで私の場合はあの基本的に答論が終わったらすぐその場で自分の答案をチェックしてもらうんです。 でそれに基づいてあとはそこで疑問点があればそこを聞いてほしいこういう表現でもいいですかこういうのも大丈夫ですか,だか答案って私は添削対象じゃないの私の手紙なのそれをやってほしいんですああ面倒くさいなーっていう人はねちょっと向いてないね <laughs> でもねそれをやりたいの私は皆さんとうんだから例えば30人店員30人だよね三十人いて30対1なんだけど私の中ではゼミ生って1対1なんですよいつでも毎年うん だってそうじゃないやっぱり一緒にあの勉強していく仲間だしで受かった後もさやっぱり受かった後は弁理士としても一緒に活動もしていくしね言った時にさやっぱり30人だから「はいやってください」じゃないわけよ。でやっぱ皆さんいろいろ事情もあるからでなった時にやっぱそれぞれや勉強のし方違うわけだからそのゼミのちゃんと答案とかそういったところにいろいろ書いてほしいわけ。うん、例えば自分はこう書いたけどどうですかととかか私ははそれれ見てさあこれはいいねねだとか。ダメだねとか で疑問点も書いてほしいてしし特にね今回のね今ちょっと今までにやってたエルゼミはちょっとやり方をね今年新しいの導入しててあの毎回ねアンケートみたいに入れてもらってんだよ。うん、そうなのでアンケート入れてもらって「あなたね今週分かったこと何ですか?」とかってねスマホで入れてもらってんの。でそれ集計してんですよ。でみんなにお配りしてんの。 ゼミ通信みたいな感じ。他の人これ分かってましたとか分かんないことあったら書いてってで前ね質問募集してたのね分かんないことって言ったら結構ねする人とかしない人いたんだけどなんかねアンケートフォームにしたら結構みんな書いてくれたりしてで結構ねそういう面倒くさいことは好きなの私。<laughs> でもゼミってそういうことできる立場だと思ってるね特にやっぱりこのコロナになって自主ゼミとかがちょっと最近ねやっぱできにくいんですよどうしても。で前は自主ゼミとかグループ作ってさ、ね、お互いやってねってやってたんだけどやっぱね最近はその3密を避けてとかってなると、まあ、なかなか、ね、自主ゼミをお互いやりましょうとかって難しくなってるとやっぱり対、ね、こう私と。 連絡を密にっっってててほしいなっていなうことやってますから最近はそのアンケートとかであのやってですねまあ他の人が例えば登板コース何分かけましたかとかも入力してもらったりするわけそうするとさみんなが何分かけてるかって出るわけあ結構みんな時間かけてるなとかね例えばと特許なんかは1問目と2問目どっちを先にやりましたかって入れてもらうとはみんな結構1問目からやってるんだとかさそういうの分かるじゃないだそういうのをみなさんにフィードバックしていくっていうね結構ねそれが今今回の LGBT はうまくいったと私の中で思ってるのでまあ継続してやっていきたいなと。 うん、で、今、まあ、書いてない人ね、ちょっと書いてくださいってね、催促もしたりするんですけど。結構、そういう、なんか、やり取りが好きだよっていう人ね。は、ぜひ、一緒にやっていきたい。ね、あの、エルゼミ。面白いですよ。私の中では、あの、自分はエルゼミ好きですし。だから、皆さんとも一緒に楽しんでやっていきたい。う単純に、講座出てね。ただ、ただ、講座ちょこんと来て、帰っていくぞっていうよりかは、なんか、そういう積極的に。をやっていきたいなと。うん、なんかね、やっぱり、こう、せっかく勉強するんだったら、こう、いろいろ。 自分から積極的アプローチでやっていきたいなっていう人はねぜひ一緒にやっていきたいと、うん、だからそれまあ謙虚にね謙虚になんかもう自分がもう,こう受かるためにねこうああまあねだからあ,のあれですよ私とかってあの結構まあまあこうしたらどうですかっていうのも結構流しちゃうというか、うん、だってみんなが書くことが正解なんだもんで私からもあんまあ共有することないしね、うん、こう書いてほしいとかもまあいいんじゃないっていうみんながで書けりゃそれでいいと思ってるんでね、うん、なぜかとうとそれが受かるとは思うんだから。 うん、私にしてはもう皆さんに試験に向かってほしいのでまあねあの時に厳しいこと言うかもしれませんけどやっぱどうして向かってほしいから皆さんには、うん、残りあともう何回だっけ今回8回だっけ8回しかないんだ、ね、8回最後ですこれで、ね、これで合格していただいてもうこれでレッグに来るのも最後ででも次に会うのはいう図模試ということになるんじゃないかなと思いますんで是非皆さんね最後に渡しときて、ね「好楽園と僕と握手」じゃないですけどね うん、もう今ねコロナから握手はしませんけど、まあ、普段から握手もしませんけど是非一緒にね頑張ってやっていきたいと思いますはいということで、えー、皆さん一緒にね頑張ってやっていきましょうといろいろ話しさせていただきましたけどやっぱり受かってほしいという気持ちがね非常に強いですからはいそんな形で、えー、最後の直前のエルゼミというところでもう機会があればね是非一緒に頑張っていたあの頑張ってねお手伝いさせていただければと思いますと。 はい。というところで、じゃあ今回の説明の方はこれで終わりにしたいと思います。皆さん、ぜひ頑張って合格を目指していきましょうと。ね。頑張るぞーってね。まザーイってね。何万歳か、万歳じゃないか。頑張るだからね。頑張るぞ。えいえい、もですかね。はい。というところで頑張りましょう。はい。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。あとはゼミでね、ぜひお会いしたいと思いますので、よろしくお願いします。はい。